アニエス・ソレル・アニエスがモデルと言われている。天使たちに囲まれた聖母子ジャン風家が、アニエス・ソレルは、フランス王シャルル7世への愛称。シャルル7世は、アニエスのために、ヨーロッパで、初の大焼けめかけの地位を設けた。それまで男性にのみ使われていた宝石ダイヤモンドを、女性として初めて身につけた人物でもある。前半生についての詳細は不詳。 一兵士ジャンソレルの娘として生まれた。シャルル7世に紹介された時、アニエスは20歳だった。当時、アニエスはシャルル7世の義弟ナポリオ、ルネダン獣の妻イザベルド・ロレーヌに次女として使え、火星を担当していた。その時代の絵画に反映されているように、彼女は飛び切りの美女で、ズバ抜けて知的であった。シャルル7世は芝叩く間に、彼女に見せられ、 アニエスに指定として、露出状を与え自分の愛称とした。すぐに、彼女の存在は、シノンの宮廷で知られるようになった。シャルル7世の王妃マリーダンジュは、アニウスの美貌ゆえの魅力を認めており、アニウスも、また王妃を尊重したために、不仲ではなかったが、彼女は王に対し強い影響力を持ち、その贅沢好みが加わり、宮廷内に多くの敵を作った。 アニエスはシャルル7世との間に、マリー、シャルロット、ジャンヌの三女を産んだ。彼女は、第四項妊娠中に1450年のジュミエージュ、遠征に赴くシャルル7世に同行したが、急病に倒れて2月9日に死亡。死因は当時は、セキュリとされたが、現在の研究者は、水銀中毒であると結論付けている。水銀は当時虫下しとして用いられたが、 殺人の可能性もある。シャルル7世の着死で、後のルイ11世は、アニエスの死の4年前に父に対して反乱を起こしていた。愛称の影響下にある父を救うため、アニエスを除いたと推測できる。また、財務官で大臣を務める貴族ジャック・クールも、アニエス独殺犯と推測されたが、これは、宮廷からクールを追放するために流された噂と考えられている。 2005年、フランスの科学者、フィリップ・シャルリエは、アニエスの遺体を調査し、死因は、水銀中毒であると断定したが、殺人か否かについては、意見を述べていない。15世紀、水銀は化粧品に配合されることがあり、これが彼女の死につながった可能性もあるからである。ありがとうございます。